転勤で初めて訪れたある地方、近所に引っ越しの挨拶に行って菓子折りを渡したら迷惑です。スーパーで両手に荷物を持ったお年寄りのために扉を押さえてあげたら迷惑だな。家の前の歩道の雪かきをしていたら通りがかった隣の人に、わあ、迷惑だね。よかれと思ってしたことで、こんなにはっきり迷惑だなんて言われたことなかったし、みんな、物腰は、至極、柔らかなだけに余計怖くて、大変な土地に来てしまったと震えた。その後、役場に、もろもろの手続きに行ったとき、迷惑ですけど、こちらの用紙にも記入をお願いしますと言われ、初めて何かおかしいと気づき、帰宅後に方言を検索して、ようやく謎が解けた。この地方の言葉で、迷惑だわ、こんなに気を使わせて、迷惑をかけてありがたい、申し訳ないという意味だった。分かってしまえば、何ということもない言葉で、数年後にこの地方を去る頃には、自分でも何気なく使いこなせるようになっていたが、最初に言われた時の衝撃は忘れられない。